はい、こんにちは、ビッグボーイです。デッドライジング3、やっていきます。エンディング C で、最悪の多分エンディングを見て、メインストーリーを一度ひとまず終えたということで、追加コンテンツのこの知られざる物語の、エピソード1もう終えてるので、じゃあエピソード2から4まで、2から4までやっていきたいと思います。じゃあまず2のストーリーモード。Perdidos. You think you know what happened? You watched the news, listened to the speeches, saw the videos. What you don't know is, all of it got recorded. Every hero, every coward, every goodbye. この辺はエピソード1と同じか? One last chance for revenge, justice, duty, redemption. I know.I watched it all. These are the untold stories of Los Perdidos. Untold stories of Los Perdidos. これは知られざる物語ね。The so-called illegals, infected and underground. These people made a choice years ago to resist government surveillance programs, rely on each other, always on the run. Some of these people have sacrificed a hell of a lot.Sometimes, like Angel Keanu. Angel Keanu? さあ誰だ今回は。Man, do you got any food? I'm so hungry. タトゥーが。Angel. Angel.Morning, Angel. Oh, wait. It's nighttime. Mm. Just taking a little me time, Dougie. That shit is top shelf. Angel, I know we've lost a lot of people lately. I know, man. I'm the one who found what was left of them. Listen, we need to keep it together and stay alive. And sober. You know I'd never let the family down, right?Just got word that a big yacht crashed in Central, right into the seawall. Might be people alive on there, or at least some medical supplies. Let me know if you find anything. On my way, Dougie. You know I hate it when you call me that. Oh, I sure do, Dougie. この人か、あ、この人なんて名前だっけ、エンジェルか。なるほど。レベルはメインストーリーをちゃんと引き継いでて、とりあえずエンディング C をメインで迎えてるから、3つなんか分けておくかな。モテキと、これはいいや、別に。この辺からそろそろバランスよく振り分けておこう。メカニックに振り分けよう。OK。で、持ってる武器これだけか。家賃を調べろ。え、やっと?どこに行けばいいんだ?あっちか。オッケー。よーい。で、なんか痛そうな鈍器しか持ってないや。お、なんかあるぞ。これじゃん。これ、フリーダムベアと、携帯ラジカセ。これか。違う。てめえこの野郎。あ、これここに投げたらまずい。ちょっと待って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 。ほら。よし。これを、フリーダムベアと、合体だ。違う。これじゃない。これ。あれ合体できん。電動クラッシャーじゃない。あれ?あ、フリーダムベアってもしかして、フリーダムベアもなんか、合体するやつだったっけか。そうだ、なんかハンドガンと合成するやつだ。違う、LMG だっけ?
やっぱりそうだ。ちょっと先にこっち作ろう。フリー、あ、作るの早くなってる。よし。で、フリーダム部屋とラジカセで蛇行部屋。ができた。これだっけ。こんなの。どうしろってんだ。あ、鉄拳できる。鉄拳にしよう。鉄拳の方が強い。オッケー。で、そこにバイクがあるから乗ってこう。ここで、あれ、ああ、あのセーフゾーンの建物か。よいしょ。あれ、よし。んで、痛い。どこをどう行けばいいかな。このまま右折だな。多分またこういう追加ストーリーの中でメインストーリーのキャラクターの描写とかが現れてるかもしんないから、よく見ておこう。ちょっと、で、軍がいる。よ、セーフゾーンはこれ入れんのか。なんか入れそうだけど、ちょっと入ってみよう。分かってるよ。一応登れたけど、あ、やっぱ使えなさそうだな。そしてそこに RPG があるな。持っとこう。このスポーツカー生きてるか。まだこれでいこう。よいしょ。車のセーフゾーンは使えんのかな。エピソード1では使えたような気がするけど。よいしょ。あ、使える。使えるならこれでいこう。安定のローラーハグで、とりあえず ボートに薬とかがあるかもしんないから、それを見に行くと。めっ、待って、めっちゃドラム缶あった。うおダメだ、もうこれ。離れろ。そっちか。え、これ船の上かも。あ、違う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 。ダンボール。ここ入っていくのか。いやー、やめろ。ビールでも。え、違う違う、お前まだいい。開ける。ほら、ちょっと痛い痛い、熱い熱い。やめろ、こいつ飲もう。 RPG。 こっちも RPG で。やめろ、離れろ。よっ。あ、なんかある。救急箱。物資を探せが OK。セフゾーンに届けてあげようか。武器が何もないんだよな。よいしょ。
このベアしかいねえや。カクテル持っとこう。でっからカクテル、もう一丁カクテル。よし、やめろ。武器がない、鉄パイプがあった。リータイ、離せ。なんか合成できるもんないかな。できた、ヘビメタルにしよう。よし、アセチネンタンクも持っとこう。え、ちょっと落とさないで。あ、落としちゃうもんか、これ。ドリンクを一つこっちにしといて、やめろ。フリーダムベア奥型だからな。ここじゃ役に立たないな。で、あっちのセーフゾーンか。なんか車かなんかないか。今探してる。あった。よーし、こいつで行くぜ。ゴーラ、なんだ、進め進め。もう煙吹いてるこれ。早い。オラオラ、自警団のやつらにやられたかもしれん。なんだそら。オラ、うわ、ちょっと待って、やばいやつらもいる。うわ、さっきからなんか見つけてたの、監視カメラか。この上にありそうだな。マジか。何で壊せばいいんだろう。うるせえ。これか？ん？あれ、これ救急箱じゃん。救急箱ゲット。ZDC のポスターがある。強い、この女子は。レベルが上がったから、3ポイント。ライフに振ろう。OK。やめろ。どれのことだ？これか。待って待って待って、離せ離せ。もういいや、フリーダムベア置こう。そこじゃねえよ。この辺。てか、こいつがフリーダムベアって名前じゃないか。どれの音だ？ポスター？真下か、これ。もしかして。これじゃないよね、多分。違うもんな。お前もいいぞ。なんか飲んじゃった。ほら、ジャイアントスイング。いや、ほっとこう。して、本当になんか、サブミッションにこの監視カメラ破壊したようがたくさんあるな。アサルトライフル。なんかフランクの音がする。フランクいた。よし。チョコバー。え、これ食えるもんじゃない。あ、食えるもんだよね。やめろ。食い物しか充実してない。こいつ、おら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 。こっちじゃねえといけねえよ。
あれか、監視カメラ。ほーれほれほれ、よし、オッケー。ちょっとアサルトライフル、監視カメラ壊すのに役立ちそうだから取っとこう。分かってるよ。さあ、あそこに監視カメラもある。え、バーノンってか絞って誰だっけ。なんか名前聞いたことあるんだけど思い出せない。誰ですか。オッケー。ノーラは誰ですか。誰だっけ。ここでしょ。ここでしょ。ダメじゃん、死んでるじゃん。あ、武器ロッカー使える。食い物合成しちゃおう。ベアもいらねえこいつ。うるせえ。ちょっと下に置いとこう。分かってるよ。ちょっと ベアをね、適当なとこに。ここ。オッケー。手がかりを探せ。なんかあるか。手がかり、こっち開かねえ。え、 AED がある、ここに。武器として使えるあれじゃん。調べる。あれ、なんだあいつ。ちょっと待って、分かってるよ。そうだね、これでしょ。で、どうしようかな。これ持っとこう。あとこれもうこんだけありゃ十分。血痕をたどってけ。ね、こいついらねえかな。こいつ持っとくか。こんなもんだね。なんか多く出しちゃった。よい。あ、フランクある。フランクゲット。AD がそこら中に落ちてんな。なんだこれ。ウィニー、どこ行くんだよ。向こう行こう。向こう行こうってか、ここ降りれねえや。いや、多少足首をくじく。くじかなかった。おい、悲鳴を上げるな。やめろやめろ。あ、フリーダムベアがまだ頑張ってる。おい、ミニどこだよ。あっち。ウィニー死ぬ、まずい。開ける。おい、大丈夫か。エンジェルです。ゾンビガス。オレンジジュースちょっと拾っとこう。ちょっとあなたにあげよう、これ。ちょ
サンセットハイに戻ってこい。はい。河川敷を通っていくといい。ガスタンクがある。え、じゃああなたはいいの、置いてって。じゃあ普通に置いてっちゃうし、フランクがあるし。なんかあるかな。なんもないっていうか、臭そう。多分あのレベル50になったらまたこのほとんどのこの カテゴリーを上げれるようになるから、アイテムリストは多分この、まあ、中心が増えるんだろうけど、マックスで9個持てるようになるんだ。気をつけます。あれ、レシピある、そこにあった。なんだこれ、プロトマングローブガン。説明しよう。グローブガンとは、等身大ホップとホッピングで作るものである。つってもな。いや、どうしようかな。これ使っちゃおう。おら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 。え、ポスターってあ、やっぱこれなのこれ。燃やすったって、燃やせるもんないんだよな。燃やせるものがないや。いや、これ使えるか。ダメだこりゃ。で、ちょっと待って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 、壊れた。して、こいつとこいつで合体。なんでこんな小さくなるんだ。やってきた。なんだこれ、赤武器じゃないか。それ。向こうに行けばいいんだな、ひとまず。これ、そんな強くない。あ、そこにもポスターある。燃やせるものがないんだよな。燃やせつったって。ちょっと待って、これいらねえから。別の武器を取ってこよう。よし。さっきあそこにあったポスターか。こいつで燃やせんのかな。よっ。ゾンビ集まっていってる。うお、そこだ、そこ。もうちょっとこっち。うまくいってない。ここ、おい、ここ。もう全部ここ。ダメだこりゃ。燃えてねえや。もういいや、行こう。こいつらを君に決めた。やめろー。安定の信号機。で、そこに防犯カメラがあるから、こいつで壊そう。防犯カメラはもう一つすぐそこにあるな。あ、まだまだあるな。うん、どうしようかな。じゃあちょっと防犯カメラ壊ししようか。この、ここの、この辺一帯の。おらおら。道を開けろ。
うん、あれスルーしたか一つ。すぐそこにあるけどちょっとコンボが溜まってるから倒していこう。よいしょよいしょ。はい、PP が溜まらない。あ、あとでね。むしろ次回ね。よいしょ。やめろーい。あ、止まっちゃった。防犯カメラを壊しに行こう。もうちょっと弾置けりゃいいのにな、これ。さすがにそうもいかないか。あった、あれだ。オッケー。残りは、全部向こう側か。乗り物欲しいな、乗り物。あ、いいところに。あるのはいいんだけど、ちょっとゾンビ多すぎるわ。こいつだ。よいしょ。離せ。改造車にすればライフが回復するから多少傷つけても問題ない。 OK 今。あ、早い。できた。乗って。ピューで、ターボ。あったあった。で、接近しすぎたらブザー鳴らされるらしいから、ミニガンで OK で、そこにあれ、なんか生存者いるんじゃね。処刑を阻止せよ。阻止。このゲス野郎め、勝った。こいつ倒した。オッケー。早く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 、ゾンビ来てる。ほどく。くっそ、ゾンビめ、壊れた。スコット、スコット死んだ。わかってる。いや、やめて、やめて。すぐそこに防犯カメラ。あった。よし。あと一個、右。あ、よかった。あ、近すぎ。OK。これで全部破壊したしょ。してないや。向こうにまだ一つある。バイクに乗って。ほーら。サンセットハイスクールに行けばいいんだな。うおいしょっと。こっちこっち。こっちか？こっちだね。よし。うわ、ちょっと。あった。だいぶ近いけど大丈夫なのかこれ。オッケー。いや、燃やすね、ものがないんだよな。つかこれ、もしかしたら近づいたら普通に燃やしますモーションが出るとか。あ、燃やせるものがあった。
燃やした。普通に燃やせるじゃん。これ持っとこう。で、路地をぼちぼち歩いていくか。痛い。これだ。誰もいないや。よし。チェックポイント的なところに到着。食ってる。よし、あ、ビールが落ちてる。飲んどいて。で、フランクの音がした。いた。あれ、さっきの、あったあった。燃やしとこう。上がったよ。で、レベルが上がったから3ポイント。どうしようかな。そうだ、じゃあ、射撃。開けとこう。向こうか、まだ道のりが長いな。スーパーレーションとか、いや食っちゃって、アサルトライフル拾っていきたい。これはいらない。アサルトライフル、よし。ロスパーディドスリバー。あ、なんかめっちゃ生きてるっていうか処刑されようとしてる。処刑なんてさせない。バカタレ。壊れた。あゆい、これ倒した。全員助ける。さっき一人殺しちゃったし。オッケー。全員行ったか。そっちに何かあるのか。これここにあった。これ医療キットでしょ。ヘルメットなんていらん。救急箱。ピピ少ねえ。邪魔じゃ。壊れて、これだ。よし。フロストバイトすんげー落ちてる。これ合成できんの？遠隔起爆装置は。遠隔起爆装置にはしない。あれ、フロストバイト持ってない。あれ？持った。この人近接。てか近接強くなったのか。凍らせて、でそこに前々からなんかある気がしてたけど、ここにあったのか。悲しい結末が。ちょっとなかなか多い。待って、調べて。オッケー、もうオッケー。ポスターがそこにある。よいしょ。熱い。いや、ちょっと。
あれ、ここ封鎖されてんのかよ。こっちか。下水管まだまだいる。ほら、ミネラルウォーターがあったから飲んどこう。よし、早く取っていきたい。てか、なんかある。フランクもある。よし、これそろそろ壊れんな。よいしょ武器カート、カート壊しちゃったわカート壊しちゃったからもうダメだわ。腐ったピザこれダメなやつだ。OK。 銃あるぞ。あちらへ行けばいいんでしょ。今回初っ端から長くなりそう。うわ、ちょっと野蛮なラグビーのゾンビがたくさんいる。痛い。ハンバーガーがある。ハンバーガー拾って、ボブ、ボブが来た。はいはいはい、お面ちゃんとあるし、あるけど履けるわけないわな。こいつ嫌だ。で、まずこの真下に行って、うおもうそこにいる。グレネード、新しい本部を作るんだ。壊れた。よし、もういないでしょ。侵入者まだ阻止できてないのか。じゃあちょっと霧が悪いけど長くなりそうだから、またここで武器を整えて進めていきたいと思います。じゃあ知られざる物語エピソード2の最初はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。